はい、こんにちは。プロレスリングノアの宮城純太です。今日は一緒に、バッティングセンターに来てくれてる方がいます。どうぞ。清宮海斗です。よろしくお願いします。どうぞ。清宮さん、バッティングセンターは来たことありますか？来たことあるよ。お、何回ぐらい？1、2回。1、2回ですか。僕も言うて、まあ、5、6回ぐらいですかね。中学ぐらいから、うん、ほぼ初体験ぐらい。まあ、ブランクというか、空きが俺すごいあるから。もう、中学、高校ぐらいでやった記憶が最後で、ね。ああ、じゃあもうほぼ初ぐらいなんで。いや、対決しましょう、ここは。対決する？二人でやるんで、対決しましょう。対決したいの？対決したいです。したくないのに対決したい。僕はしたいです。したい。対決する。対決しましょう。そう。対決しよう。対決しないと面白くないです。やろうか。ガチガチ。ガチで。ゲームします。本気のバトル。はい。じゃあ、行きましょう。行こうか。じゃあ、勝負のルールはあるんですか？ルールはじゃあ安打性のヒット性の当たりが多い方の勝ちです。ヒット、ホームランとかなし？わかりました。ホームランで打たれたら勝ちですね。あ、ホームランじゃあもう無条件で勝ち。ああ、いいっす。出なかった場合はヒット性の当たりの方。はい。よっしゃ。決断。先行で、はい、いただきます。で、1本2本。お、これはピッチャーゴロ。ホームラン狙ってけ。おい、ヒットです。3本目。当てにいってんな。ファール。おお、綺麗。4本。綺麗。まあ。ヒットです。怖いな、今の。じゃあ飛ばします。ゴロですね。もうサードゴロ。いきますね。おお、ヒットです。お、今7本です。8本。終わりです。はい、結局何本ですか？8本です。8本。塚越レフリーで。おぉ、すごい。8本を超えれれば。8本を超える。難しいっすね、8本って。当てに行ってもでも、しょうがないと思うんで。そうですね。もう思いっきし、こう振って。あ、ホームラン狙いですね。ホームランも狙っていこうかな。200で。よっしゃ。じゃあ。
ていて、腹殺し、これはダメです。ゴロゴロ、おお、ヒットで、ヒットで、これヒット。ホームラン狙う、ホームラン、はい、微妙ですね、ヒットで、え、甘っ。ヒットで、手振りが、手振りがいってみる、ラウ、クエさんあっち多いですね、アウトです。ヒットです。にしましょう。よし。終わっちゃった。終わっちゃった。全然打てませんでした。清宮選手、はい、6本でした。6本。負けた。勝ちました。負けました。なんか思いっきり打ちすぎて全然当たらなかったっす。手が痛いっす。いや、バッティングは僕が勝ったんですけど、次はピッチング勝負しましょう。いや、ピッチングの方が苦手かもしれないです。肩け、手術してるんで、1年前。卓球で。卓球で1年半ぶりぐらいですね、ボール投げる。くれぐれも無理よ。これで卓球したら面白いです。面白くないですよ。ピッチング対決、今から行きます。肩あったんだよ。おお、2枚抜き、あ、そんな抜き、なんで点滅してた、おお、すごい、ちょ、2位行ってほしいんだよ、2位、ダメなんだ、判定厳しい、
あ、終わりました。6枚6球6球当てました。もっといけそうだったよね。いやー、なんか途中から全然、ね、前半の勢いすごい。2球が良かったですね。ピンチです。はい、いやでもまあ後半伸びなかったんで、あれ以上行かれてたら危なかったですけど、まだ行けそうな範囲かなと。7枚で勝ちっすよね。7枚で勝ちです。惜しい。おい、あれ6です。お、あれ、よっしゃ、すごいです。すごいです。おい。なんとなります。今の。おお、惜しい。お。おお、あ、同じとこか。絶望的に下手くそです。寂しい結果になりました。2球。2球です。勝ちました。頑張ってました。2連敗です。2連敗です。2連勝。このまま引き下がれますか？いやー、もう実力差がすごい。ハンデ欲しいっすね。ハンデ。ンデ、おお。得意なのはバッティングの方ですか？そうですね。得意なのはバッティングです。おお、なるほど。じゃあ球速差つけて勝負します。ああ、なるほど。ああ、なるほど。なるほど。キムさん何キロか？一番。100ですか？まあでも100でちょうどいいぐらい。120です。120、120でいいですか？切れるの120。普通120なんじゃないですか。で120でいきます？120でいきます。じゃあ俺は100で。じゃあバッティングいきましょうか。すごいな。よっしゃ、リベンジマッチ。これで勝った方の勝ち。おい、一発逆転するよ。120キロで練習してます。おお、早い。早すぎます。これは勝てるんじゃないですか、キュウ。いや、いけそうっすね。はい、いや、いや、ほんとマジで早いから、早いです。あと10キロ遅くてもいいぐらい、ね。110でもういいぐらい、ね。110で110でいい。マジ早かった。120はちょっと。じゃあ、ぶっつけ本番で。わかりました。110キロで。110キロで。先行どっちにしますか？小学校の時、ソフトボールを2年間だけやってたんで、キュウさん先行どうぞ。どういう理屈ですか？まあ、先、まあ、はい、先輩っていうことで、はい、先行かせてもらいます。ガチで勝ちに行きます。もう芯で捉えたら全部ヒットです。 OK です。飛んでも飛ばなくても、はい、すげえ押しな感じで。そうですね。得意じゃなくない？
お、ヒットで。ヒットで。おお、ヒットで。今3本です。3本野球下手くそだこれダメだ、全然打てなかった。なんでだろう。どっち行ってた、下と上。下っすかね、ボールの下か上か。そうだ、どっちか。下、下だと思う。下行ってる、はい、ボールが。いや難しかったな。バットの重さも全然違うね、これと。これ次、4ですか。3で、さっきのハードルが低くなった。110キロで。ヒットで。
ヒットで今3本です。3本です。ってことは同点。ちょっとでも決着はつけたいですね。もう一回110でいいですか。そうです。僕もスピードを合わせて、はい、なるほど。あの泣きの1回でもこれ勝った方が今日の勝者、勝った方が勝ち、はい、今日の勝者。で110キロではい、じゃあ先行かせてもらいます。はい、お願いします。マジで下手だったね、野球は。本当に下手だったよ。分かんないですよ。こんなできないと思わなかった。もう全然打てると思ってたよ。あと投げる方にびっくりしたわ。自分のコントロールのなさに。よし、110キロ。ラスト。意外と速い方が打てたりするかも。ヒットで。ヒットで。ヒットです。すごい。ヒットです。ヒットです。すごい。そうっすね。このパワーヒットだ。ヒットで。いい当たりでした。何本？うわ、ケイさん7本です。7本。いや、当たるようになってきたんでめっちゃ悔しいです。早い方が打てるかもしれないですね。そうですね、なんか早い方が打ちやすかったかもしれないです。悔しい。8本目指して頑張ります。ヒットです。
ヒットで。すごい、ヒットです。終了です。レアク選手、5本でした。まあ、またいつでも挑戦待ってるくそ6月6日埼玉スーパーアリーナメインアリーナにてサイバーファイトフェスティバル2021開催決定。 DDT、ノア、東京女子、ガンバレプロレスの4団体がプロレスの魅力を伝える。 DDT VS ノア、刺激的な対抗戦も決定。サイバーファイトが送るプロレスフェスティバルを見逃すな。チケットは各種プレイガイドにて絶賛発売中。プロレス動画配信サービスレッスルユニバース、さまざまなプロレスコンテンツが月額900円でいつでもどこでも見放題。ここでしか見られない試合もプロレス見るならレッスルユニバース。